秘密のクローゼットセカンドシーズン。秘密のクローゼットセカンドシーズン、イエーイ。皆様明けましておめでとうございます。おめでとうございます。この番組のアシスタント MC をやらせていただいています日野アリスです。そしてはい、明けましておめでとうございます。はい、MC のシナです。よろしくお願いします。いやー、明けましたよ、2015年。ねえ、一発目の、はい、放送ですね。今日はあの、はい、新春スペシャルですからね。はい、どんなスペシャルが起こるんでしょうね、はい、すごいスペシャルをもう見てわかるでしょ、この格好が。もうねえ、はい、今日はちょっとすごい。もうね、僕はね、あのMC だけじゃないですよ今日は。はい、もう歌いますから。おぉ、はい、シナさんがついに。今日は、今はね、シナですけどね。そうですね、そのうちシナじゃない人になりますから楽しみですね。はい、見どころですよ。はい、はい、でも、ところであの、お正月、はい、どうしてました？お正月ですか、うん、まあ、年越しは、私一人でした。一人？一人で。何したの？一人でずっと、あの、なんか、そば食いながら一人でテレビ見てましたね。そのそば何そば？あ、なんか鴨だし、鴨のおそばを。あ、美味しいよね。もう家族もみんな出払っちゃって、私一人で家来ました。あ、そうなの。いや、僕はね、はい、年越しはですね、はい、ライブしてましたよ。あ、そうですよね、カウントダウンですよ。ライブ、カウントダウンライブしましたよ、たくさんの方と。そうですよ、もう5、4、3、2、1、ハッピーニューイヤーってやりましたよ。いいなぁ、私一人でしたよ。一人ですか。来ればよかったのに。いや、行けばよかったです、本当に。そしたらね、あの、僕のね、あのピラミッドの礎に、ね、なってもらいました。礎、はい、あ、ピラミッドの礎。ピラミッドの人間ピラミッド作るんですよ。あ、作ってるんですね。はい、ファラオというバンドでやったんですけど、ね、あ、はい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 、ファラオだけにピラミッドを作って。あ、お客さんも交えて。お客さんは、まあ、大体演者ですけども。あ、演者で、関係者で。じゃあ2段目あたりをやってもらえれば、うん、2段目あたり。あ、2段目あたりならできそうです上に乗るの僕だけですから。あ、そうですよね、はい、一番上じゃないと、はい、僕体重49キロですから。大丈夫。あ、おー、軽いですね。そうなんですよ、あの10キロ痩せましたから。10キロ。はい、あ、そうですよね、最初の頃より結構もうほっそりされましたもんね。でしょ、最初の。やっぱね、あのテレビ出るとね、はい、痩せてきますよ、人に見られるようになると。あー、でもあの画面ってちょっと膨張して見えますからね。そうですね、やっぱりちょっと気になりますもんね。でも痩せてますよね。いやいやいや、スタイルいいよね、アリスちゃんはね。いやいやいや、羨ましいですよ。いやいや、ありがとうございます。本当にありがとうございます。いや、でもね、やっぱお正月とかはお餅とか食べるのでね、体型もね、維持が大変ですよね。ね、お餅ね。そう、お餅といえば今日、はい、実は茨城の実家で僕がついてきたお餅を持ってきてますから、うん、おー、食べれるんですか。番組の後半で実際に焼いてみんなで食べようと思います。番組でお餅を焼くという、はい、もう楽しみですね。新春スペシャルですからね。あ、もうアイテムがまず新春ですね。はい、お正月気分を、はい、あれですよ、だってあのね、あの年末年始お正月休めなかった人もいるじゃないですか、はい、あ、そうですよね、お仕事でね、アパレル関係の人とかね。そうですよ ね、デパートとかね、スーパーとかありますから、うん、今はね。そうですね、そういう人はね、今頃休みの人いますから。あ、1週間越しとかのね、はい、お正月休みが。この秘密のクローゼットセカンドシーズンを見て、はい、お正月気分を今更ながら楽しんでもらいたいなと思いますそうですね、はい、ぜひぜひ、はい、ということで、そんな新春スペシャルな秘密のクローゼットなんですけれども、はい、今日のアーティストさんは2組いらっしゃいます、はい、まず全身編みタイツのシャンソン歌手ハチドリ編みた4号さん、そして今年大ブレイク間違いなし超大物ビジュアル系演歌歌手たかしさんの2組になっておりますすごいですね。すごい、なんか豪華ですね。豪華。ビジュアルのね、番組でシャンソン歌手さんと演歌歌手さんですから。本当に超大物ですからね。超大物です、ね、ギャラいくらかかるんだよみたいなちょっと楽しみに、私もすごく楽しみなので、はい、はい、僕も楽しみにしてますよ、はいはい、それではこの番組は生放送ですので、はい、ニコニコの書き込みもどんどん読んでいきます。そして番組終了後はですね、会場に来ていただいている皆さんのためのアフターライブもあります。番組の詳しいことはmoopal.jp/closet2 です。それではお知らせを挟んで、まずはアミタさんの登場です。
アディオース。今、放送事故はございました。皆さんの脳内からすべて削除して、いけたら生きる、死ぬ。それではお聞きください。1800年代のフランスの車窓でございます。しのぶとお聞きください。草木も眠るうし見つ時に悪魔が来たりて笛を吹く。その時墓場の中から亡者はよみがえる。白くむき出した指先でワルツを踊る。袋は踊るよ、あばらおきしませて、歯を打ち鳴らして、つがいでとるリズム。ギロチンで跳ねられた罪人の亡きがらは、軽やかなステップで取り違え、しゃれ壁破壊しよう、打ち鳴らせ、待ちわびた。この時に暗闇とビアランの悲鳴で舞い踊れ。袋は踊るよ、あばらおきしまして、歯を打ち鳴らして、つがいでとるリズム。破壊しよう、打ち鳴らせ、待ちわびた。この時に暗闇とビオランの悲鳴で舞い踊れ。しかし、束の間の時は過ぎ、やがて朝が訪れる。亡者はまた常しえの眠りへ。夜が明けて、袋は眠る。冷たい墓の穴。ボンジュー、皆さん、ハチドリ、アミとヤンゴでございます。お別れのようなのです。思い返せばそれなりに
良いこともありはしましたけれどもけれども行きます。それじゃ日本の皆様にアデュー。こめかみに銃口を引き金を引いたなら思い出と走り出す回転木馬。ここで悲しいお知らせをお伝えしなければなのです。どうやらどうやら僕らはここでお別れのようなのです。ホンピアのサトシアはどこで僕はラリラを思い出すこともできないないない行けども行けども血の海。それじゃあの世の皆様にサリュー。そんな僕はどこかでやむような声がする。いやそんな気がしただけかもしれない。だけどもしかもしかしたらあの子が僕を呼んでる。ここで悲しいお知らせをお伝えしなければなのです。どうやらどうやら生き延び、それじゃ日本の皆様世界の皆様この世の皆様にサリュー。ありがとうございます。八度リアミナ4、そしてオンピアノサトシアでございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでたいですね。もうすっかりと正月気分が抜けてしまいましたけど、私は、お正月をですね病気になりまして、寝込んでおりましてね、本当に、今日はゲロが出そうです。今すぐにでもゲボが口から出そうです。そんな、ういういしいにぎにぎしい、次なんだっけ、そうそう思い出したのよ。思い出した。喋るときはそこに専用のマイクがあるからバッと喋って。まだ早い。まだ早い。わかりました。後ほどね、あのトークの時間もなんかいただいちゃってるんで。ね。そうよ。大丈夫、あの本番中にゲロ入ってもですね、あの爽やかなあのお花畑のシーンにあの音声だけ残して、そのルルルルルルみたいなのを残して、あのお花畑のシーンにあの切り替わりますんでね、あの昔のポルノ映画みたいなね。そうなの、なんかぼかしの代わりに花が映るみたいな、ね、ぼかしの代わりに花が映る、昔のポルノ映画ってどういうこと、え花が映るってどういうこと、え知らない、え、何下腹部に花、お花、いやだから、この話って OK、 こういう話って OK。 いやいや、ぜひ。いやだから最近は、はい、あのぼかしでモザイクがかかるじゃん、うん、モザイクじゃなくて、昔は、うん、その映してはいけないものの前に花瓶をうまいこと置いて隠すっていうシステムだったの、はい、昔がポルノ映画。そうだよ、知ってるよ。そう、なるほどね。そう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 、なるほどね。そ、君のゲロもそのシステムでね、なんとかしてもらおう。え、花瓶だけに敏感。うん、ここ全部カットでお願いします。というわけでございまして、これはですね、古い古いエジプトの民謡でございます。お聴き
きください。ビーザルしちゃダメなの。先ほどシナさんにね、おびさん、テレビの向こう側にいる人なんで、そういう感じで、そういうつもりでやってくださいって言われたんですけども、え、ごめんね、滑舌悪くて。テレビの向こう側の人なわけですから、そのつもりでやってくださいと。ごめん、意味が分かんない。テレビの向こう側の人に話しかけるつもりでやってくださいっていうことじゃないの？違うの？いや、だからそのね、そのつもりで、やってみたいなね、合図をあのカメラに出したところですね、ちょっと私の脳みそがショートしまして、完全に白い、何も
一切何にもない真っ白な空間が広がりましてですね、全ての歌詞を忘れましたというね、まあ大丈夫です、これね生放送ですから、全然大丈夫じゃない。オリジナルティッシュガード、新春バージョン、ティッシュガードってどういうことかと思うけど、ね、ティッシュガードしてね。ちなみにシーアンさんはティッシュガードされるんですか？意味が分かんないけど、ね、いや、だ拭いてあげようかみたいな、こう、はい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 、ね、はい、まあどこを拭くかっていうのはあなた次第です。ティッシュペーパーよく破れますよね。はあ、そういう話じゃなくて、いや何を言うてるんですか、あなたティッシュペーパーがなんでよく破れるんですか？いや破れないですか。じゃどういった瞬間にティッシュペーパーが破る？そこまでがさすがに、はあもういいや、うん、うん、これ何、次もう最後の曲？そうです、早いね、早い、もう一曲やったのに、やるもう一曲、いいの早いも意味も全然わからないですけど、じゃあと10分間ティッシュペーパーの話する？もうあと10分間ティッシュペーパーの話もう後でいいです。ティッシュペーパーを焼こう、餅と一緒にな、はい、というわけでございましてですね、じゃ あ, 1曲増やしていいっていうんだったら1曲増やしますか。いいんですか皆さん、モニターの前の皆さんもいいんですか。私ね、逮捕ソング、先ほど逮捕ソングという曲の PV ニコニコ動画にアップしてるんですけどね、数字の8ですね、数字の8がねわーって出るんですよ、文字が流れるんですけどね、ハチ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 流れ、まあそんなにはないんですけど、1曲ぐらいハチハチハチ流れるんですけど、なんか我々ハチドリ姉妹っていう、今来てますよハチハチハチって、あ本当に、そうなんです、ハチハチハチって来るんで、ハチドリ姉妹って私ユニットやってましてですね、まあハチドリだからハチハチハチなんだ、すげえな、こんなん作ってもらって嬉しいと思ったらね、ただ拍手のパチパチだったね、あれね。めちゃくちゃ8きてます。弾幕、弾幕、うん、だよねだよね、カメラの、うん、なんだ、ネットの前の向こうみんな弾幕って言うんだよね、これって、あ、そうだってさあいいから回を進めて、うん、なんだティッシュは破るわ何がモニターの前のみんなだね、それがそうと、ハチドリ姉妹の説明をちゃんとした方がいいんじゃないの、さっきの PV は何なのかっていう話をした方がいいんじゃないの。さっきの PV は、うん、放送コードに引っかかるように作った曲です。まあ僕が作ったわけじゃないんですけどね、歌詞は僕が作っておりまして、まあ、それもそうなんだけど、ハチドリアミタとハチドリ姉妹の関係性をちゃんと説明した方がいいんじゃないですか。ああ、そうですね。ハチドリ姉妹の私が4女でございまして、以上です。うん、はい、さ、というわけでございます。ちょっとダメな、カメラマンさんがちょっと疲れ始めてるからね。心がね。ダニエルが疲れてるから。ダニエルさん。ダニエル。ダニエルじゃない。ごめんなさい。というわけでございましてですね失礼いたしました、ありがとうございますというわけでございまして、では、続きましての曲もですね、そうなんですよ、放送禁止、としてですね、曲紹介しましたところ、ラジオで全てカットされるというね、悲しい、物語を背負っている、みんなの歌でございます、まあ、では、これはですね、コール&レスポンスの曲でございますね、皆さんが頑張る、私は頑張らないというわけでございまして、練習してみましょうかね、私がイエッサーと言いましたら皆さんもイエッサーと答えてくださいね、ではやってみますよ、イエッサーさん、はい、イエッサー、素晴らしいですね、聞こえましたよ、3階席の方はイエッサーさん、はい、イエッサー、素晴らしいですね、もうやめましょうか、ノーサーと言いましたらノーサーと答えてくださいね、ノーサーさん、はい、ノーサー、素晴らしいですね、それでは
やってみましょうか。そうです、みんなの歌でございます。ナチス時代のキャバレーソングを1曲。 Yes sir。私だけのもの、 Yes sir、 Come on、 Yes sir、 不平や不満などは No sir、 Come on、 No sir、 薄ぐらい地下室のベッドには豪華な天外月じゃ顔の匂いを漂わせ、背負われるのはお嫌い、 Yes sir、Come on、 Yes sir、Come on、Yes sir、私が上にあなたが下で、 Yes sir。 素晴らしい、できるじゃないですか、自分に拍手を。この地獄のような時間があと2番分続きますので、どうぞよろしくお願いいたします。2番。素敵なあなたが言うならば、 Yes sir、 Come on、 醜いブタどもには、 No sir、 Come on、人づてに伝えられる色恋にハムの音と、それが後ろ指の悪い噂だとしても、やめられない、 Yes sir、 Come on、 Yes sir、 おごそかに、 Yes sir、 あなたが上に私が下で、 Yes sir、 過ぎ去るもので、次でいよいよ最後の曲になりました。よかったね。今頃蜂がたくさん流れて、私がかき消されている頃でしょう。ハチ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 。続きましての曲も今年はEテレに出れるかと思います。お母さんと一緒に、いえお母さんと一緒で、次はお会いしましょう。最後の曲でございます。お母さんが死んでしまいました。あらママさん、お嬢さん、ちょいとお尋ねしますが、この近くに酒場はないかい？ま
熱い酒でもないよりゃマシさり、このままじゃもしかすると死ぬって言ってんだい、死ぬって言ってんだい、死ぬって死ぬって死ぬよって言ってんだい。どうにもやりきれないし、アメンのアラバマ、 It's time to say goodbye、 ママはもういないぜ、てなわけで酒が必要だ。申し訳ないことをしました。勝手に名前をつけてしまって大変失礼いたしました。ちなみに正しいお名前を聞かせていただいてもよろしいですか。失礼いたしました。正しいお名前をどうぞ。ブエノです。ブエノさん、いいお名前です。そうです。あ、なるほど。ブエノ、ブエノ、カモン、ブエノ。2番はブエノさんのために歌いたいと思います。 1, 2, 1, 2, 3。 お兄さんちょいとお尋ねしますが、可愛らしい男はどこだい、しけた面でもないよりゃマシさね、このままじゃもしかすると死ぬって言ってんだ、死ぬって言ってんだ、死ぬって死ぬって死ぬやって言ってんだ。
強烈でしたね。もうお正月って感じだね。もうお正月って感じですか。めでたいね。めでたいですね。新年早々ゲロとか言ってるからね。すごい、コメントの方もたくさんいただいてありがとうございます。いっぱい888って来てましたね。8だけにやっぱ末広がりでめでてえな。そうですね。改めて、はい、いやでも初めて見させていただきましたが、カメラマンの上野さんはね、うん、チューされてましたけれども、まさかね、あそこでね出ちゃうとはね。ブエノさん、あ、ブエノさん、ブエノでした。ブエノスなんとかって、カナダ人のブエノさんでしたね。はい、ブエノさん。はい、初めてのね、いっぱい出てましたからね。ちょっと今日の一番の衝撃映像でしたけれども、すごいね、すごかったでしょ。すごかったです。汗かいた、ブエノさん汗かいたと言ってますけれども。おしゃれでしょ。でもおしゃれでした ね、すごく。もうコメントにもあったんですけれども、世界観が素敵と、この世界観いいわと書いてありましたけれども、僕ね何度か共演させていただいて、はい、で今日お誘いして、はい、で本当ね、もっとたくさんの人にね、はい、アミタさん知ってもらいたいなと思いまして。なるほどなるほど。今日呼んじゃったんですけれどもね、呼んで大丈夫だったのかなと思いつつ。でもお客様もね、コメントしてくださったお客様もね、すごく楽しんでいただけたみたいで。そうね、はい、ネット配信だから OK だよね。大丈夫です、ネット配信ですから。モザイク入ってないですよね、実際放送で。大丈夫ですね。ね、大丈夫ですかね。すごいじゃん、アミタイツ。すごいですね。そっから来てるんですね、アミタさんが。多分あ、アミタイツのアミタさん。そうですね。あ、なるほど、まあ、後でトークでいろいろ詳しくその辺、そうですね、なんで4号なのかとかさ、はいね、ちょっと後でね、いろいろ聞きたいんですよね。そんなアミタさん、普段はどのようなライブハウスでライブをしてるのというコメントが来ていたので、ライブ情報を見てみましょう。どうぞ。はい、ライブ情報、あ、1月12日、なるほどなるほど。そして20日、そして2月も行われているとのことで、すごいですね、2マンもありますね。そして3月にもありますね。あ、バースデーリサイタル、なるほどなるほど、すごいですね。いっぱい入ってますね、はいはい、主催が多いみたいですけれども、そうですね。あ、最後にこちらがやっぱシャンソンなんですね。新春シャンソンショーですね。新春シャンソンショーですね。言えてないの、言えてる。新春シャンソンショー、新春シャンソンショーですよね。でしたね。はい、はい、本当はね、それが言いたくてね、今日出てもらった。あ、そうだったんですか。マジかよ。それだけのために。いえいえ、そんなことはないですよね。冗談です。はい、はい、ということで書き込みもいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。それではアミタさんのことは後ほどトークでいろいろ聞いていきたいと思うんですけれども、うん、早速、はい、次のコーナーに行きましょうか、はい、シナのビジュアル系ニュース、イエーイ。はい、新年一発目のシナさんのビジュアル系ニュース。会場の皆さんこっち見てくださいね。ありがとうございます。はい、はい、今日も書いてきました。はい、こちら画面映ってる。明けましておめでとう、はい、今年もよろしくねとのことで、はい、かわいいでしょ。かわいいですね。羊になってるんですね。ハート型の羊ですよ。ちょっと近づけてみます。はい、はい、こちらです。中もね、いいハートになってて、うん、かわいいですね。たくさん色も使ってます。色もすごい、割り箸ペンで墨汁で下書きなしで書いてま す。字も割り箸ペンで、割り箸で書いてます、はい、割り箸一切削ってません。ちゃんと羊のこのモコモコもハート型になってるんですね。中だけじゃなくて、そうかわいいです。羊だけに名画でしょ。名画、名画です、はい、こういうなんかスタンプとか欲しいですね。ステッカーとかね、かわいい。じゃ番組で作っちゃいましょう。あ、今年いいじゃないですか、はい、でもちょっと皆さんね、これ使ってね、うん、羊だから、うん、
明けましておめでとうってもう終わっちゃいましたけどね、うん、使う時期が、あ、まあそうね、12年後に使ってください12年後にまたどんだけ待つんだよ、番組もうねえだろ私たちもね、何してるかなって感じですかね、もう分かんない、本当だよ、ね、可愛いですけどね、でね、はい、あれですよ、ちょっと下げますけどもね、はい、やっぱりお正月でやっぱ羊年ということで皆さんね、お正月お餅とかおせちとかいっぱい食べたと思いますが、この間もう7日でしたよね、はい、1月7日7日といえば七草、そう、七草粥、はい、七草粥皆さん食べたと思いますが、七草粥って皆さん言えますか、一つも分かんないです、私一つも分からない、一つぐらい分かるでしょう、なんか言ってみてよ、なんか何でしょう、つくしとか、つくしはね入ってない、つくしだれの子、すぎらの子って入ってませんね、入ってない、菜の花、菜の花、菜の花、皆さん分かりますか、ありますか、分かんない、意外と分かんないんですよね、じゃあね、今日皆さんテレビを見ている方もはい、覚えて書いていってもらいたいと思います、僕は言えるんですよ、お、春の七草、何ですか、ですね、はい、鈴な鈴代セリナズナ五行箱べら仏の座でございます、おお、何も顔面見てませんからね、シナさんさすがですね、でもね大体ね、でも意外とあれなんですよ、はい、春の七草は皆さん言えるんですよ、あー、なるほどなるほど、言えないのは恥と思ってください、日本人として、あ、ごめんなさい、はい、はい、今日ねちゃんと覚えます、はい、今日見た人はね、はい、復習してね、秋の七草ね、これを言えたらもう最高ですよ、秋もあるんですか、秋もあるんです、春と秋あるんです、七草っていうのは、で、秋、わかりますか、わかりますか、一個もわかんない、わからないと、わかんない、じゃあこれもね、私ね、教えてあげたと思いますよ、くず、はぎ、すすき、おみなえし、ききょう、なでしこ、ふじ、ばかまです、おー、ありがとうございます、すごい、覚えた、覚えられないですね、そんなすぐ覚えられない、ちょっとでも皆さん覚えましたね、今のねじゃあ、せい言えるわけないっていう、でもまあ、後でこのネットのね、再放送見てね、覚えてくれればいいかな、ね、そうですね、もうコメントの方でも、はい、鈴代って大根のことなんだよね、というふうに、あ、詳しい方いますね、詳しい方もいらっしゃいますね、すごい、ちなみにあれ、はい、七福神、言えますか、恵比寿、恵比寿、大国、毘沙門弁天、布袋福禄寿老人、おすごいでしょ、ね、すごい、7つのことって多いんですね、日本って、7つのこと多いんですよ、うん、意外とやっぱ縁起のいい数字ですからね、あ、そうですね、いろいろ、まあ今日ね、アリスちゃんも、はい、ね、1つ2つ3つ賢くなりましたね、そうですね、これぜひ自分のライブでみんなに教えてくださいそうですねちゃんと覚えろよ覚えます、はい、でもあれでしょ、本当一緒に番組やって、はい、賢くなってるでしょ、毎月なんか結構毎月賢くなってます、はい、ね、そういうことで皆さん、はい、質問で、ね、シナさんおばあちゃん子って来てますよ、そう、おばあちゃん子だったんだけど、おばあちゃんね、はい、亡くなっちゃってさ、ああ3年前ぐらいに、3年前に、そう、1月の13日の金曜日、13日の金曜日、初めて人がね、はい、お正月早々これ言っちゃいますね、ネット、はいはいはい、ネットでもいいよねって、うん、人が死ぬ瞬間っていうのを初めて見たんですよ、あ、息を引き取る瞬間、そばにいたんですか、もう、そう、もうその時はね、こっちの上京してる方のね、はい、お家にいたんで、はいはいはい、すぐ駆けつけられなかったんだけども、おばあちゃんがその待っててくれたんだよ、あ、ずっと頑張って、っでもね、その間ずっと弟からお兄ちゃん早くって、もうやばいとか、もう電車に乗ってる間さ、はい、もうすぐ知らず来て、もうそのままのとこでさ、うん、で間に合ったのよ、でもそう、最後死ぬ時ね、おばあちゃんってなんか言いたかったんだろうね、うーってね、1分ぐらいずっとうーっつって亡くなってた、はあ、最後で涙が、ね、出るのね、あ、最後に最後涙出たの、人が死ぬ時ってそうなんだなと思ってね、なるほど、その後ね、猫ちゃん死んじゃってね、あ、
そう、本当ね、辛かったのよ。お正月早々ごめんなさいね。お正月早々。そう。こんな、でもね、1月ってね、やっぱね、なんか寒い時期って結構ね、なんか亡くなる方とかも多かったりしますしね。あのテレビを見てるね、おじいちゃん、おばあちゃん、長生きしてくださいね、皆さん。本当にそうですよね。七草粥食べて、そうそうそう。長生きをして。そうそうそう。はい、お餅ね、食べ過ぎないように。そうですよ、喉ね、喉詰まらせないようにね。そ う, そ う, うちの実家の茨城ではね、14日にね、またお餅つくのよ、はい、あ、そうなんですね、うん、14日って決まってるんですか。そう、毎年その前、そう、また新たについてね、でそこからまた食べたりするんですけどね。なるほど。その後ね、小豆がやとか食べたり、いろいろそういう風習があるんですけれども、はい、まあ、そういう感じでまたね、皆さんいろいろ賢くなったところで、はい、じゃあ次行きましょうか。あのニュース、はい、はい、ニュース、やっぱここあのニュースのコーナーなので。そうですね、はい、ビジュアル系ニュース、ビジュアル系ニュース、それではいきます。はい、じゃじゃじゃーん、お、バン、それは CD ですね。これ持ってもらっていいですか。はい、はい、こちらですね、ですね、僕のお友達のバンドで、ムスボレっていうバンドがいるんですけれども、はい、はい、彼らのあの新譜がですね、去年 の, あの秋に発売されまして、フルアルバム、はい、フルアルバム、はい、でその後は11月12月と全国ツアーも大成功しまして、なんとこのね CD のレビューね、シナさん書いてますから。おお、レビューを、レビューも書いてます。なるほどなるほど、はい、でその、ムスボレさんとですね、実はあの、はい、この間、2日前ですかね、一緒にあの、はい、コラボレーションでライブしてきました。あ、ライブを、はい、2日前、僕はそうです、ムスボレさんをあのバックに、僕があのデュランデュランのプラネットアースという歌を歌わせていただきまして、なるほど、ニューロマンティックな感じでかっこよく決めてきました。お、いいですね、はい、ですこのアルバム相当かっこいいので、はい、ぜひ皆さん聴いてください。はい、ぜひぜひ。で2月に、後でまた言いますけども、2月の26日に、はい、実はあの僕とまた、あ、ムスボレさんが、ええ、あの共演しますんで、それもお楽しみに。はい、ぜひぜひライブにも駆けつけていただけたらと思います。はい、はい、そういうことです。はい、以上、CD、ニュースのコーナーでした。はい、ありがとうございます。じゃあ抽選いきましょうか。お、今日は何のプレゼントがあるんですか。今日はね、新春スペシャルなんでね。はい。いろいろ持ってきました。お、何ですか。で、まずはですね。はい。じゃーん。お、これは実家でね。はい。収穫したもち米です。もち米、このお餅の、そう、このもち米でお餅をぜひ作ってください。おお、これね、普通に炊いてもね、あ、炊いても美味しいですしね、はい、そうね、これだけですと量少ないね、はい、とですね、あ、まだあるんですか。なんと、お、ちょっと待ってね、これやばい、やばいのがあるんだよね、ちょっと隠して。 OK、 はい、じゃーん、じゃーん、あ、これあの年賀状です。しかも今指で隠してますけども、思いっきし僕の住所が載ってます。うわえ、現住所ですか。現住所です。え、あげちゃうんですか。あげちゃいます、隠さず。はい、これあげちゃいますんで大丈夫ですか。大丈夫かな不安になってるじゃないですか。袋から出そう。あ、そうですね、袋から出してね。で早速会場に来ていただいた方に抽選をしたいと思います。はい、ちゃんとね、そこら本名も入ってる、ね、本名もね、あの、うちの猫のシルコちゃんも写真が写ってますから、はい、はい、この2つと、あとあの番組の最後にチェキ、あの、はい、集合で出演者のね、はい、集合写真のチェキもプレゼントするんで、3回じゃあ引きますか。はい、お年玉プレゼントですよ。お、これはどなたが当たるのか楽しみですね、はい、じゃあ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 、まず、はい、1人目、はい、これどうしようか。これはじゃあ、あの紹介した順です ね、 ね、じゃあもち米、もち米、お、7番の方、7番の方、あー、はい、おめでとうございます。じゃあ7番の方、じゃあ取りに来てください。じゃあどうぞ、おも、もち米です。おめでとうございます。はい、食べてください。はい、いいですね。はい、じゃあそれではですね、はい、次、お、現住所が入っている年賀状が、年賀状、でも今の方もまた戻しましょうか。あ、せっかくなのでね、せっかくね、せっかくなのでね、僕ね、だいたい戻しちゃうとね、またその人当たる確率高いんですよねいきますよ。はい、じゃ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 、はい、来ました。お、じゃじゃ
じゃーん。お、来ました。これは何番ですか？5番の方。はい、じゃあこれはですね、僕の住所が思いっきり入ってる年賀状です、はい、大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。はい、ネットに載せないようによろしくお願いします、はいはい、ネットに載せるときは住所を隠して載せてください。お返事待ってます。よろしくお願いしますおめでとうございます。はい、じゃあこちらも戻しますんで、はい、また当たるチャンスありますよ。はい、はい、じゃあ次はチェキです。チェキ、これはね、番組の最後にお渡ししますんで、はい、あとね、前回からの一緒に映ることにしましたんでね。お、お客様も一緒にね、はい、じゃあいきますよ。じゃ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 ーん、いきました、はい、パン。 お、今回はね、均等に均等にいきましたね。じゃあいきます。はい、2番です。2番の方、あ、おめでとうございます。じゃあ後ほど、じゃあ後ほど渡しますから、これありがとうございます。はい、おめでとうございます。一緒にチェキをね、はい、はい、お年玉当たりました皆さん。いいですね、プレゼント。よかったねっていうか、年賀状大丈夫ですかね。ねえ、でも大丈夫なんですか。はい、大丈夫ですよ、全然はい、はい、ということで、シナのビジュアル系ニュースでした。ありがとうございます。じゃあ次はあれですかね。はい、次は あの方行っちゃいますか。あの方に行っちゃいたいと思います。はい、そうですね、準備がありますからね。はい、はい、それではお次は、今年大ブレイク間違いなし、超大物ビジュアル系演歌歌手たかしさんのライブに行きたいと思います。ではその前に、私ディスキーメロディーの、PV を見ていただきましょう。どうぞ。待ってなんてられない、 Fly away Fly away オーシャンに散々に行け、なんて最後に笑うのは夢が
座り、グラスに映るシルエット、あなたはあなたはあなたが欲しい、北口恋の花。ビジュアル系ジャパニーズソウルシンガー、オトアカシ、一人のビーグショー。聞くも語るも語るも涙、人は世につれ歌につれ、歌は世につれ人につれ、少し誰のこすぎなのこ、土手をめくって覗いてみれば、風がそよそよ春の声。ビジュアル系歌手たかしが歌います。聴いてください、兄弟船。波の谷間に命の花輪が二つ並んで咲いている。兄弟船は親父の肩網、肩は古いがしけには強い。俺と兄貴の模様、夢のゆりかごさ。ありがとうございます。激しい高しコールお願いします。ありがとうございます。丘に上がって酒飲む時はいつも張り合う恋方は秋けれども金の両刃につけば、やけに気の合う兄弟かもめ、力合わせてよ、波を巻き上げる。ありがとうございます。激しい高しコールをお願いします。もっともっともっと、テレビの向こうの皆さんも。たった一人のおふくろさんに楽な暮らしをさせたくて、けれども大きいの真冬の海へ、雪のすだれをくぐって進む熱いこの地はよ、親父譲りだね。はい、ありがとうございます。みんなの心をわしづかみ、あなたは五感をわしづかみ、ベテージ詐欺師イカサマシ、ビジュアル演歌の誰のあれ、たかしです。
ありがとうございます。とうとう満を持して出てしまいました、たかしです。いやー皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。激しくよろしくお願いします。ありがとうございます。ですね、ちょっともうちょっとたかしコールしてもらっていいですか。ちょっとカメラさんが笑ってますからね。俺高いです。いろいろ仕込みがね、ちゃんと仕込んでますよね。あとです、皆さん今日この後ね、たかしのライブでこれ使いますから、これ。こちら会場皆さんに配りますんで、ぜひ振ってください、お願いします。じゃあ後ろの人とじゃあ前の人。ちゃんとやるよ。お前たちかまいたちどうも矢崎吉夢です。みたいな感じでね。頑張りますよ。お願いします。ですね、皆さんお正月はどんなお正月でしたか。ゆっくりできました。はい。あ、できましたね。よかったですね。僕もねお正月はねゆっくりできませんでした。それはなぜかというとですね、やっぱ先ほど言いましたけど年越しライブでね。元旦、大晦日から元旦までライブやって、でね結構きついバンドなんですよ、体力的に。なのでね、元旦は大体僕グロッキーでダウンしてるんですよ。だから僕の場合2日が元旦みたいな感じでねライブやってましてね。でもあれですね、今日こうやって皆さんの前で、ネットテレビに出ちゃって初ですよ、たかし。最近噂ですからね、たかし。さっきもたかしコールいっぱい言ってもらいましたけども、たかしって言われるとね、今時たかしっていう人ね、実家のお母さんぐらいしかいないんで、なんかお母さんに言われてるような気分です。あ、そういえばお母さんみたいな方がばか、方々ばかり。本当すいませんね。僕も中年キラーになりたいますね。やっぱ演歌やってますからね。でもあれですね、去年はですね、いろいろありましたよね。時事ネタいきますからね、皆さんね。大丈夫ですか。去年といえばやっぱね、僕の中で、ね、一番ね印象に残ったのはですね、まあ、1年を通して、まあ、お正月からね、今もね話題になってますよね、おぼかたさん。かわいそうですよね。結局スタップ細胞はありますとか言ってね、結局ね、僕の場合ラーメン屋でスタンプカードはありますとか言ってね、あ、すいません、おぼかたさんだけで僕とぼけたさんのこと言っちゃいましたね。そういうことでした、本当に。ね、結局なかったんですよね。何だったんでしょうね。いやでもかわいそうですよね、やっぱりそうやってね、やっぱこう結果が出せなくてね、またこれからいろいろね、彼女もいろいろこうまたマスコミとかで扱われるのかもしれませんよね。理研ですよね。理研といえばやっぱ医学とかそういうところにいっぱいかかってますよね。もう本当に今はね、増えるのはね、理研の増えるわかめだけじゃなくて問題ばっか増えちゃいましたからね。今ありがとうございますね。今あんま笑い取れないと思ったんですけども、今笑いてるようですね。あれですよ、だからその医療に関わるそういう機関でもありますから、人の病を治すためにそうやって研究してるんですよね。スタップ細胞だってそうでしょ、若返りとかいろいろね、今までその治らない病気を治るような研究ですから。ということで、やっぱああいう医療関係に携わるという方、実を言うと今日もね、医療関係の方何人か来てらっしゃいますけれどもね、本当に僕もこの間の医療関係のところで実はライブしてきたんですよ、たかしで。その時もね、いや感動しましたね。みんな盛り上がってくれたんですけども、その医療に関わる人たちがやっぱそういう僕のね歌を聴いて盛り上がってくれて、日頃のそのストレスを発散してる。でもストレスを溜めた方がね、なんか若返りするんでしょ、おばあさん的には。
ね、今はね知ってる人だけが笑えばいいですよということでね、でもその医療にかかる人たちはやっぱそういう普段のねストレスを僕のステージを通して、発散して偉いですよね。でもあの医療にかかる人はやっぱその医療ということを使って医療を使ってその人の怪我とか病をお医者さんとかね看護師さんとか薬にかかる人たちは治すわけじゃないですか。素晴らしいですっていうことは僕たかしは歌を通して皆さんの心の病を治したいと思います。いやうまいことを言ったところで、次の曲に行きたいと思うんですけども、次の曲はですね、去年の、末に発売しましたセカンドシングルがあるんですよ、ね、ファーストも出してんのみたいな顔してるでしょファーストも出してんの、まあ後でやりますけども、まずはね、発売したばかりの曲を聴いてもらいたいと思います。では、うちわを使って、ね、いっぱい振ってくださいね。うちわそれあの後で回収しますからね、あの絵がついてるうちわなんでね、公職選挙法に引っかかっちゃいますから、後で回収しますね、持って帰らないように。ではそれいっぱい振って、次の曲聴いてください。セカンドシングルで富士桜。あいよいしょ、あそれ、夢を見たいの、あの日の夢を肩よりそい歩いてきた二人の道を、あんあんあなたと会いたい富士桜、あよいしょ、皆さんもあそれ、激しい高しコールをお願いします。優しいあなた、心癒したあの思い出、二人の中を、あんあんあなたのぬくもり打ち砕くら、ありがとうございます。激しい高志コールお願いします。もっと、激しい高志コールお願いします。楽しい、ありがとうございます。はい、それでは次の曲いきたいと思います。この間の紅白からこの方がいなくなってしまいました、北島三郎さん、ならばこのビジュアル系歌手高志がこの曲をお届けしようじゃありませんか。それでは聴いてください。北島三郎さんで北の寮は、
ていよいながら酒を回し飲む明日の暮らしを夢に見て腹にさらしまく海の北はの龍馬よ男の仕事ばさありがとうございます激しい高志コロお願いしますありがとうございますほえながら牙をむいてくる風にさらした右腕の傷は守り札海の どうもありがとうございます。たかしでございます。激しいたかしコールお願いします。たかし。ありがとうございます。じゃあもっといっぱい言って。こう見えてもですね、去年の夏にですね、のど自慢チャレンジしました。これその時の物販で買いました。安かったですよ。T シャツも買ったんですけどね、T シャツもね、1500円だったんですよ。それはなぜか皆さん受信料払ってるでしょ、お父さんお母さんたちが。あ、お父さんお母さんたちもいますよね。その払ってるお金がありますからね、物販安く買えるんですよね。素敵ですね。まあ後でね、まあ、この話触れたいと思います。
思いますけれども、いよいよ次の曲で最後の曲になります。ありがとうございます。あ、今ねテレビの向こうからも聞こえました。早く次行けよと。だってもう次ないよ、もう。まあね、でも本当に今日やっちゃってよかったとか、ちょっと今後悔してますけれどまあ僕もね、こういうふうに今映画歌手として、ビジュアル系映画歌手として、活動してます。結構長いんですよ、何気に元祖ビジュアル系演歌歌手ですから。他にもね、なんかいるんですよね、ビジュアル系演歌歌手で今ね。で、僕のが古いんですから力はありませんがまあ長くやってればいいって問題じゃありませんけれども、長いのはね、あれだけにしとけと。あ、知ってますかMC とスカートは短い方がいいってね。だから次の曲行きたいと思いますけども、そうです、次はですね、先ほど出ていただいたハチドリアミタさんゲストに迎えて一緒にコラボしようと思います。どうですか？じゃあ早速です、呼びましょう、ハチドリアミタさん、カモン。あら、さすが MC 聞いてますね、さすが。これおぼかたルックじゃないですか。やっぱりスタップ作用研究なさってたんですか。ああ、そうですか。本当にぜひ本当のスタップ作用、この辺にスタップ作用ありませんか。ありませんねすいませんでした。ということですね、今日コーラスで参加していただけますんで、ぜひお楽しみいただきたいと思います。あれは大丈夫ですか。ありますか。よかったです。ということで、ハチドリアミタ&俺の方が先に言った方がいいですよね、ビジュアル喧嘩師タカシ&ハチドリアミタ4号で、あ、ハチドリアミタ、別の名前僕シナでやってるんで、ハチドリアミタ47号でもいいですね、今度47号で、今度47号、今ちょっと間に合わないんですけども、はい、今次のネタの打ち合わせしてもしょうがないですけど、そうっすね、おい、それで、よろしいでしょうか。もちろん。本当に今日は新春スペシャルということで、いつもよりちょっと長めにお送りしております。まあステージ30分で聞いてたんですけど、はい、2人でステージ30分で聞いてたんですけど、すで、はい、に1時間10分経過、大丈夫よ、すで、はいはい、に1時間10分経過しておりまして、はい、ドキドキしておりますけれども大丈夫です、大丈夫、はい、多分画面の向こう側から人がいなくなってくだけです。あー大丈夫ですね、でしたらね、はい、大丈夫です、はい、じゃあ、いきますか。はい、じゃあお願いします。では、ビジュアル演歌歌手たかしさんで北口恋の花。涙流した後だから今日は出かけよう、あの町へ。深く痛めた心を癒す、一目だけでも会いたい日の夢がそこにはあるの。水割りグラスに映るシルエット、あなたは
あなたあなたが欲しい北口恋の花。人生短し50年悔いを残さずやってきたら思いしたため綴った手紙無理な願いと知りながら愛がそこにあるの飲み干すグラスにブルーライトライト体が熱い北口恋の花北口恋の反応ありがとう皆さんありがとうございます最後ありがとうございましたありがとうございました激しい高須テレビの向こうのみんなも楽しい世界のみんなも楽しいありがとうじゃあいきますんではいビジュアル系演歌歌手高須さんでしたいやあお疲れ様です。お帰りなさい。どうもどうもすみません、ありがとうございました。すっごい熱烈な高須コールと、はい、伸びやかな歌声と、すごいいやもう本当にめちゃくちゃ演歌じゃないですか。いや本当にネットを使って本当すみません、カラオケやっちゃってすみません。本当にね。そして最後はアミタさんとコラボレーションまで。すごかったでしょ。ちょっとすごかったですよ気になっちゃってね気になりましたね、はい、気になりました歌にならなかったですよいやいや素敵な歌でしたよしかもあのおぼかたルックスでそれ狙ってやっそうなの違います実はですねおぼかたさんよりも先にアミタさんがあの格好してたんですよだからおぼかたさんがアミタさんにこう、はい、後からついてきたっていうあなるほどなるほどやはりさそうやはりあれですね時代を先取りしてますねアミタさんね先取りしてますね、はい、僕も負けじとねビジュアル系の歌手高須として、はい今年はブレイクしたいと思いますんでぜひぜひ、来年の大晦日紅白待ってろよぜひぜひ皆さん応援してください、はい、そしてそんな高須さんのライブ情報を見ていただきたいと思います、はい、どうぞはいこちらライブ情報です1月の25日、池袋のチョップドームの方で26うん、1月の28ですね28、はいはい、28そして2月の16日に新宿ロフト、はい、2月26日にまた池袋のチョップドームということ で、 その2月の26日に先ほど紹介した結ばれさんと、はい、あなるほど一緒にやりますね一緒に、はい、たかしさんでやるわけですねそうです、まあ、番組もね彼らには出てもらいたいと思ってますんではい楽しみにしていてください楽しみですね、はい、また今年も楽しみになってきましたはい、はいそして、たかしさんなんですけれども、うん、私すごく気になるんですけれどもたかしさん自体演歌自体はいつ頃からやられてるんですか演歌もう幼い頃からあもう昔からなんですか、お父さんがね五木ひろしとかよく車の中で聴いてて、はい、その当時の車のカーステはですね8トラテープって分かんないよね言ってもね8トラテープは分からないですねちょっと年配の方は分かると思いますけど8トラテープ知ってますよね8トラテープね8トラテープでかけてね五木ひろしのねブルースとか言ってねよく聞かされてたんですよ あとね、フランク長井のお前にとか知ってますそばにいてくれるだけでいいとかね
ちょっとモノマネ入ってますけども、とかね聞いて、それでですね、あの僕はあのよくあののど自慢の、はい、あるじゃないですか、そのお祭りとか、はいはいはい、そういう、こう集落で、うんうんうん、そういうのね出てね、あの優勝したりしてたんですよ。そうなんですね。いや、はい、あの曲とかもご自分で、あの演歌の曲も、まあ、そうですね、オリジナル曲は、あの曲はですね、あの山野高直さんっていう大先生がいまして、まあ友人でもあるんですけれども、うん、その人が曲を書いてくれて、まあ、でも元ネタは僕が出しますけれども、それをちゃんとなんていうんですか、ゴーストライターではなくちゃんと編曲という形で、そう、ちゃんとあの普通に起こしてもらってなるほど、はい、ちゃんとそこから名前、彼の名前出してますから。あ、一応でも僕はそのなんていうんですかね、そのサムラゴーチみたいな表は書きません。なるほど。ちゃんと歌ったやつとかこう打ち合わせして、ちゃんと曲を仕上げて、はい、で彼が作曲名義で、うんうんうん、で詞は私が、たかしが書いて、はあ、やってます。いや、あのだってね、あのシナさんの時は、はい、まあ、ロックをやってるわけじゃないですか。そうですね、はい、ああいう曲もまた全然違うじゃないですか、はい、そのなんか曲の構成というのも違いますし、はい、コード進行というかメロディーのなんか乗せ方だったりも違うので、いやすごいなと思いまして、ありがとうございます。本格演歌だと思いました。はい、ふざけてるようで本気でやってますいやでも初めて見させていただいたんですけど、お客様もねすごい楽しんで、こう一緒に手拍子なんかもしたりして楽しいですね、演歌ね。あ、ありがとうございます、そう思っていただけると。私いつもおいおいってやつしかやってないんですけど、こうみんなでこう揺れながらこう手拍子をするのも楽しいなと。はい、でもね、これやってて僕もねちょっと振り幅が広すぎちゃって自分のこのキャラクターの広いですね、あの時々分からなくなっちゃうんですよね。自分こうどっちやってるのか。あのこの間あのゲストに出ていただいた朝木くんいるじゃないですか。はい、あ、はいはいはい、朝木さん、朝木くん、あのしなくんどこに向かってるのって言われましたからね言われてましたね、はい、僕アンドロメダ星雲って言っておきました、はい、結構遠いところで、遠いところに、はい、ね、遠いところ、でもこれからあの高齢化社会ですから、はい、こういう演歌もやっていかないと、あのこのシーンで残っていけないんでね。すごい、でも楽しみですね、はい、今後がなんかこうたかしさんが紅白に出てる姿をね楽しみにこれからも見ていきたいと思いますがね。ぜひ見てほしいですね、親孝行していきたいですね。いやでもすごくね、今日はあの奥様とかね来てくださって。奥様って僕の奥様じゃないですか奥様方でしょ。奥様方とかが来てくださってね、マダム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 な方々が来てくださって、ね、ブームが来てますよ、たかし。ねえ、すごい、あ、素敵だなと思いました。今何気に演歌ブームですからね。あ、そうなんですか。はい、だから、うん、多分来年来ますよ。あ、演歌ブームもぜひ楽しみに。レコード会社の方々待ってるぜ。たかしさんに一報お願いします。はい、お願いしますはい、それでは次のトークコーナーに行きますか。そうだね、トークコーナー行くも今日またギター弾くの忘れちゃったね。あ、そうですね、はい、ギター、まあいいや、はい、ということでそれではここで一旦お知らせです。はい、どうぞ。はい、人の窓濡らす涙、凍えた手のひらに落ちている、遠く見つめる君のその瞳は透明な夜を貫いてくる、限りなく空に近い地下室の中、血だらけの僕が生まれた。
はい、ということで、はい、ここからはトークコーナーに行きたいと思います。イエイ、ありがとうございます。激しい高志コールお願いします。激しいシナさんコールお願いします。シナー、ありがとうございます。じゃあアミタコール。アミタ。じゃあ佐藤コール。佐藤。アリスコール。ありがとうございました。あ、ブエノさんまで行くのかと思いました。あ、そうだった。ブエノこれ以上上げてどうすんの。そうですね、はいはい、はい、ということでちょっとお二方にね、あ、うん、お三方に、あ、そうですね、今日そうだ、そうゲストでもあるんですよ。大変だね、はい、そうですよ、うん、ちょっとシナさんもね、はい、あのゲストですので、はい、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、でもその前にこれすごいですね、仕込んできたわけですね。すごい、めでたいね。こう 夢に出そうですね。そして今日はなんだか真ん中にコンロがあるんですけれども、あ、そう、これね、今日はい、実家で僕ついてきたお餅持ってきたんで、新春スペシャルということで餅を焼きながらトークしようかと思いまして。すごいですね。僕ちょっと餅を焼くんで、はい、トーク進めてもらっていいですか。それで一応、はい、お餅をね、はい、これ、はい、あ、じゃあ お手拭きから、はい、ありがとうございます。はい、なんか本当新春な感じですね。いろいろ、はい、じゃあちょっと進めててください。あとお箸ここにあるから適当に、はい、一応醤油と海苔も持ってきたんで、すいません、ちょっとアミタさん、これお皿、私ちょっと待って、何これ何この聞き声あ、これ僕のファーストシングル北口恋の花買うと、これ2曲目に入ってますんでなんか怖い織田信長の熱盛ですよ。これ500年の時を経て、500年じゃ600年ぐらい、600年、あ、500年、5、600年の時を経てね、はい、真剣にこれやってのね、僕しかいませんからね。いやー、ということでちょっとトークを進めたいと思うんですけれども、お餅の準備をしながらね、はい、それでは早速なんですけれども、アミタさん、アミタさん、お醤油、お醤油をね、お醤油気になってらっしゃるんですけど、なぜこの全身アミタイツなんですか。これは私はすごく気になったんですけども、お醤油が気になる感じですかね。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。全身アミタイツですね。ありがとうございます。よく言われます。ありがとうじゃなくて、どうしてって。なぜからじゃない。分からなくなってきちゃいましたけど、はい、なぜ全身編みタイツを、はい、トークが進められないの。一つ、はい、いいです。あなたに言われ、今日はね、はい、同じような感じの服を着てらっしゃるんで。いや、まあ私も編み。なぜ編みなんですか。いや、なんかなぜ今日は網を、今日はそうですね、なんかお洋服屋さんに行って、はい、なんかこの網感がちょっといいなと、はい、こう下のトップスがね、透ける感じがいいなと思って購入したんですけれども、下のトップスが透ける感じが、はい、万引きしてきた。万引きしてない、ちゃんとここ購入しました。購入、はい、えらい。購入されてないんですか、この網は。してないんですかね。これはしてないということ。聞いてるよ、答えたことなんですかね。いらっしゃいませ、マリンスポーツクラブ。シナさん、全然話が進まないんですけど。シナさん、醤油が2種類あるんですよ。あ、どういう、醤油が2種類あるんですね。ねえ、はい、お好みでお願いします。お好みで。何か味の違いが、ちょっと焦げてるみたいなんですけど、大丈夫ですか。やばいかな、ちょっと待って、これは焦げちゃった、焦げちゃった、やばい。これ何醤油なんですかね。火が強いな、これ。これは ね、非売品のお醤油でございます。あちゃちゃちゃ、あ、やべえ、これ真っ黒焦げだよ。こちらは、既製の醤油でございます。あんまりお客さん醤油に興味がないと思うので、もっと火弱まんないのかな。はい、お箸使えますか。大丈夫です。でせっかくですので、次の質問に行きたいと思いますけれども、はい、ありがとうございます。はい、これなぜ、はい、先ほどね、はい、姉妹でやってらっしゃるということなんですけれども、はい、なぜ4号なんですか。はい、そう、4号なんで4号4号
ちゃダメですか？あれね、僕は思うんですよ、はい、酒と女は2号までなんつってね、はい、ありがとうございます。お客様ありがとうございます。温かい、そういうことです。4号じゃ4号が良かったんですね。酒とアミタは4号まで、ありがとうございます。なんかおかしいな、すまない。じゃあ、ね、シャンソン歌手ということなんですけれども、はい、まあ、こういうテレビ番組というかネットテレビは初めてではないですか、あまり出ないということなんですけれども、はい、いかがでしたか今日は。ちょっと歌ってみて。ほら答えて。ありがとうございます。ありがとうじゃなくて感謝の気持ちがね溢れてそれ以上の言葉が出ないということなので、うん、ね、高橋さん、はい、高橋さん今シナです。シナさん、はい、シナさん、はい、引き出せません。引き出してよ、そこがもういろいろやってよ。ちょっと待って、今ね餅で精一杯、あちゃあちゃあちゃ、餅で精一杯なんだよ普段は。絵付けをね、あの普段は、はい、あのどのような方々と一緒にこう歌を歌ったりライブをしたりすること。僕とやってるんですよ。あ、もうお二方でこう、はい、回ったりしてるわけですか。回っていません。でも年末 ね、 ね、そうなんですよ、一緒にやったんですよ、カールモールっていう新人があるんですよ。そうなんです、はいはいはい、そこ で、 あ、でその前にはあのアミタさんのツーマンライブ の、はい、そうなんです、オープニングアクトで出させていただいて、でその前も、池袋の某所 で、某所で一緒にやらせていただいて、はい、あ、結構結構じゃあ去年からもうずっとね、ご一緒させていただいてます。多くて、ね、なるほど。じゃあ結構仲良しなわけですね。イエッサー。もうノリノリでしたもんね。はい、僕もね、あの僕もちょっと一回シャンソンっぽく、はい、今度やってみたいんですよ。だからぜひ、いやぜひぜひシャンソン。コラボレーションもすごい素敵でしたよね。素敵でしたよね。良、ね、かった、ありがとうございます。はい、あのカーンっていうのが ね、 ね、カーン。打ち合わせ何もしてないんですよ。あ、そうなんですか。あ、お、あ、なんかこれ一個焼けたんじゃないですか。焼けてますね。あ、あ、じゃあ、焼けてます。なんか膨れてる、これ、ゲストの方から、これちょっと焦げてるけど取れてる。あ、しぼんだ。あ、膨らんだ。取れてる。じゃあとりあえず、じゃあゲストに、じゃあアミタさん行こうか。はい、はい、アミタ、あの醤油と海苔巻いて食べてよ、ちょっと。ありがとうございます。はい、はいはい、あ、すげえ焦げてる。あ、でもはい、お箸、お皿、お皿、あ、そうそうそう、お箸ね、行儀悪いよ。はい、で、あの醤油垂らして、こういうのってゲストから食べるところから取るんだよね。そうですね、あの醤油でまぶしてもらって、あと海苔を巻いて食べてください。なかなか アミタさんが、はい、醤油かけて海苔を巻いて餅食うシーンなんてないよ。カールモールでもやってないですよね。ならではですね、すごく、はい、このなんか、あとでアリちゃんも食べるんだから、ね、あの、はい、ね、ちょっと餅、あのね、醤油の行き場所に困ってるみたいな。あ、じゃあ、あの、はい、ここら辺に置いとき、私のところに置いといていいですよ。じゃあ、でも次、佐藤さん、あ、結構ベって、はい、あ、ありがとうございます。拭いて、で、あのこちらのりあるんで、のり巻いてください。大丈夫です。のりを巻いていただいていいですか。はい、ね、ありがとうございます。はい、あの食べたい人、あ、皆さん食べたいですよね。あのね、まだちょっとありますから、焼きましょう、焼きましょう。放送に収まらないかもしれないけど、収まる範囲で焼きますので。アミタさんの準備が整ったようで、じゃあぜひ撮っていただいて、食レポお願いいたします。食レポ、はい、はい、どうでしょうか。ちょうど音楽がなんか BGM も合う感じで、劇的な感じで、暑い、暑いんですね、暑いんですね、暑いんですね。どうですか。でも、いや、まだ噛んだだけなのでね、暑くてまだ食べられないとのことですかね。すっごい美味しいです。いや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 全然説得力ありません。いや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 、あ、でもマーチの話どうですか。食べるんですね、ちゃんとね、マジの話ちょっと
食べました。焼けてます？あ、OK だそうです。美味しいと。じゃあこちらももうできてますね。じゃあ佐藤さん、はい、なのでじゃあぜひこっちでじゃあぜひお願いします。すいませんね、はい、じゃあこれで味付けしていただいて、あ、せっかくなのでアミタさんのお醤油をどうぞ。そうですね、はい、使っていただいて。あ、用意してくださってますよ、アミタさんがね。せっかくですのでお客さんの分も焼いちゃおうかな。はい、じゃあ、ちょっと佐藤さんが、熱いですか？大丈夫ですか？辛いこともあったけれど忘れましょう。でも柔らかそう、すごく。どうですか？おー、美味しいと。よかった、ありがとうございます。ぜひぜひどんどんね、食べていただいてね。コメントね、コメントがこれとこれしかないですからね、まだね。欲しいですよ。コメントも欲しいです。アミタさんどうですか？もう二言ぐらい。いやいやいや、髪の毛は食べられない。髪の毛は食べられませんよ。あ、やっぱ食べられなかったんですよね。それじゃあ、アリスちゃんも行こうか。はい。あ、じゃあ私がちゃんとね、はい、ちゃんと食べましょう。アリスちゃんね、これ多分いける。あ、大丈夫。はい、ありがとうございます。じゃこれいくよ。ほら、超、ほら見て、美味しそうじゃない。ほら今聞きました、ちゃんと食べるって言いました。じゃ醤油かけて飲みまいください。私はちゃんと食べましょうって言いました。違います、ちゃんと食べてました。すいません、飯もまともに食えねえって言いました。違います、ちゃんと食べろうかなという感じなので、あの全然食べてます。アリスちゃん、お餅食べた今年ですか？うん、食べてる。あ、食べました、食べました。家の近くの商店街のお餅屋さんで、はい、いただきます。はる、はる、パキ、熱い、大丈夫。どう、あ、ほら、すごい伸びてる。おお、どう？すごい柔らかい。もう素晴らしいでしょ。ありがとう。すごい。うちの茨城の実家で、はい、一番柔らかい。おお。今まで食べた中で一番柔らかい。ありがとう。お餅ってどうしても弾力でこう、なんか歯切れが悪いんですけど、これ柔らかくもあり、うん、今まで食べた中で一番柔らかい。今まで食べた中で一番僕も美味しいと思いました。アミタ君もそう思った。じゃあ、あの、お客さんもじゃああげようか。じゃちょっとせっかくなのでね、お皿取ってもらっていいですか？余ったお皿どこにあるんですか？食べたい人。いや、でも本当に美味しいです。じゃあ、あの、お客様にもね、お客さん誰かじゃあ代表で、あと回し食いしてください。いや、本当に柔らかくて美味しいですよ。じゃあ一人誰か来てよ。なんか選べないね。じゃあ行きますか。行きましょう。はい、じゃあお皿に。素晴らしいですね。これ焼けたんで、はい、はい、来ていただいて、こちらで、はい、じゃあお醤油とね、お醤油をね、もう、もう、じゃあちょっとお醤油、新年会みたいになってますけれども、ね、で、あの、お海苔と、そうよ、醤油もね、こう、醤油ここにも、じゃあ新しいの使わせてあげてくださいよ。わかりました。お客さんですか、はい、こちらで、はい、じゃあ1個足して1個足して、あ、あの、あとはお客さんにやらせればいいんじゃないですか、はい、あと、海苔1枚つけて。じゃあぜひ、感想を後で、あの、写メちゃんと撮って、あのブログにも、あ、ぜひツイッターにも上げてください。 Facebook とかよろしくお願いします。お箸いります？いらない、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。あのね、せっかくのね、トークコーナーなのでね、はい、なんか話したいんですけれども、ええ、話す準備は大丈夫ですか？もちろん大丈夫ですか？あとですね、ちなみに、これね、はい、こちら、この、あの、これ、すごい、これ緑色のお餅なんですよ。よもぎとかですか？海苔が入ってるんですけども、海苔が、これ、あの、茨城県の方では、はい、タガネ餅と言って、その郷土お餅なんですよ。へー、郷土の、郷土料理というか、そう、郷土料理と郷土餅というか。で、こちら、あの、くるみとか入れる人もいるし、あと普通にですね、あの、パーキングエリアとかでも売ってますんで。で、これ、あの、うちの実家は、あの、海苔なんですよ。
でこれもぜひあのじゃあお二方にこれ半分ごつしてもらって、ありがとうございます。これあの海苔巻かずに醤油かなんかで食べて、じゃあお皿を出してもらっていいですか。お皿をね、はい、すみません。じゃあこれでこちらも感想お願いします。あ、これは美味しそうですよ。あ、美味しそう。これ本当食べたことないでしょ。タガネ餅って言うんですよ。ないですね。タガネ餅。タガネじゃない、タガネ餅。タガネ餅。あ、じゃあ食べていただいて。ぜひ。あ、ちゃんと半分にね。熱い熱い。これどうやって半分にするのか。正式なやり方なんですか。いや、何でもいいんですよ。何でもいいって。ちぎってとか、ちぎって、ほらほら、早く早く食いちぎってもいいし。食いちぎって、え、食いちぎってもいいし。病気うつるけど食いちぎっていい。大丈夫大丈夫。どうでしょうか。熱い。でもどうですか、味の方は。まだ食べてないので。熱い。お、全世界が見てますよ今。香り、香り、磯の香り。これテレビの向こうの香りっていう子がびっくりしてますよ今。そうですね。香り。どうですか。磯の香り。どうですか。磯の香り。醤油とかつけなくても大丈夫ですか。お、つけましょう。いや、つけた方がいい。これはね、なくてもね、磯の香りが素晴らしいですよ。あのおやつで食べるんですよね。あ、おやつで。なんか今まで食べた中で一番磯の香りがしました。なんで私そんな感じで言ってませんよ。そんな、そんなね、おいしいですか。おいしいですか。お、よかったです。お、どんどん焼けますね。じゃあ、あの、ね、また食べたい人いますか。食べたい人ありますよ。行きましょう。お皿、またすいません、ゲスト使っちゃってすいません。いやいやいや、あのお客さんにもね、食べていただいて、はい、あ、そうですね、美味しいので、はい、ぜひぜひ食べていただいてね。お醤油と、お海苔と、お醤油、そうなんですよ、お醤油と、はい、作りたて工房、はい、醤油、はい、お海苔を。じゃあ誰か勇気ある方、真心来てください。総裁、ぜひぜひ、遠慮しないで、どうぞどうぞ、遠慮しないで食べてください、本当に。食べた人ガンガン来てください。はい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 、早く、生放送なんだから誰でもいいよ、ズーズーしい人来て。 あ、はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。前に来ていいからね、全然。じゃあもう一個いっちゃおうか。じゃあ、じゃあこう、タガネ餅。お皿をまたいいですか。お皿を。あ、タガネ餅、アリスちゃん一個食べてみてよ。いいですか、うん、食べたことないでしょ。食べたことないです。あ、じゃあ、すいません。はい、じゃあどうぞ、食レポもお願いします。醤油かけた方がいい。醤油大丈夫。熱いよ、気をつけてね。どう、タガネ餅。おせんべいがこうちゃんとお餅になった感じの香りとお味です。おいしいおいしいおいしいです。おいしいです、おいしいです。まあ、すごくおいしいです。初めてでしょ。初めてです。これタガネ餅って言います。おいしいですよ、皆さん、はい、茨城に行った際はぜひぜひ、はいはい、じゃあ、あのお客さん、せっかくですからもう一個ありますから、ぜひ、ね、あのちょっと違うもの食べ始めてる方もいらっしゃいますからね。え、はい。ね、そうそうね。お客さん、ぜひぜひ。ちょっとトークを進めましょうかね。はい、そしたらね。じゃあね、はい。せっかくなので、ね。はい、もう一個どうぞ。ね、あ、ぜひぜひ、はい、お客様も。はい、来ていいよ。食べて。食べたい人。じゃあ、はい、あ、じゃあ、ブエノに。ブエノに。ブエノに。ブエノさんに。はい。ブエノ食べる。あ、ブエノ、これ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 。ね、そうそう。あ、よかった。よかったですね。あと2個です、はい、これじゃあ、あと2個いけちゃうから、あと2個いったら放送終わりにしようか。そうですね。餅を終わりにしますか。そうですね。で、あと、そうですね、どうぞ進めてください、ね、あの今日せっかくなのでね、アミタさん、
こう、アミタさん、それは焼かない方がね、大丈夫です。焼いても大丈夫ですか？これ手前にしましょう。でやっぱライブをね、されてると思うんですけれども、されてると思うんですけれども、なんかどんなところを見てほしいとか、どういうところを感じてほしいとかありますか？そうですね、感じて、感じた欲しい、いりません。感じか、そうですね、感じたはいりませんかね。何言ってんだよ。じゃあ佐藤さんに、はい、あのアミタさんとは結構何回か一緒にねやられてると思うんですけれども、はい、普段のアミタさんはどうですか？一緒に音楽活動をしてて、はい、とりあえず今日はとりあえず今日はこのなんかスケッチブックをトークの時に使うからって言って、はい、トークのドンキホーテまで行って俺に買わ…買い…何だ？パシリ？あれちょっと使ってないじゃん。そう、全然使ってないじゃないですか。そう、俺せっかく買ってきたのに。あ、じゃあせっかくなので、そうそうそう、はい、スケッチブックはお使いましょう。じゃあ使ってる間にお皿取ってもらっていいですか？これ、はい、お持ち焼けました。まあでもこれを買いに行ったついでにこの被り物ドンキがさっき買ってこれたんで、まあいいかなっていう。で大丈夫ですか？あ、ペンがあり、ペンが。あ、あ、T シャツがね。素晴らしい。はい、T シャツもね、販売してるんですね。これ新しい T シャツみたいですね。新しい T シャツ、はい。1月12日から20着限定販売。はい、お、あ、まだ販売されてないわけですね。お。20着限定ということで、あ、でも先ほどコメントでも T シャツ買おうかなってコメント来てました。ぜひぜひ、はい、買っていただいて。もう一個ラス1、白餅食べたい人どうぞどうぞどうぞ。ラス1、ほんとおいで、早く生放送、早く、誰でもいいよ。じゃあ配っていただいて。これお客さんが撮りに来る絵がいいのにな。シャイ、シャイ。いい発音のシャイでしたね。シャイ。セイ。シャイ。ちょっと無礼の出過ぎ。ありがとう。はい。せっかくなので高橋さんにもね、はい、聞きたいんですけれども、うん、なんか高橋さんに逆に質問とかってありますか？高橋さん。はい。お餅美味しかったです。それは感想ですね。いえいえ、質問はありますか？これアミタイツ、アミタ君に合わせてアミ焼きなんですか？あ、そう、それ言おうと思ってたの。あ、さすが、俺忘れるところだった。ありがとうございます。いろいろ今日かかってるんですよ。せいでアミアミな感じなんですね。そうでアミでしょ。私もアミですし、うん、え、そのためにやってきてくれたんですか？そうですよ。あ、はい、そうです。毎回来てるなんて言えないじゃないですか。確かに、そうです、そうですね。今日首にかかってるのは、これは首に、あの、なんかでかいのが、これはネックレスは、どちらでお買い上げになったんでございますか？どこで買ったかですか？はい、池袋ですかね。池袋のどこで？ダイソー、パルコですね、パルコ。パルコ、はい、パルコのダイソー。やばい、今からもうすごいよ、パルコ。もパルコの中のダイソーで。そんなですか？ありがとうございます。素敵です。ありがとうございます。何？そのピンバッジ。あ、のど自慢。これはピンバッジ素敵。ありがとうございます。そちらどちらでお買い上げに？こちら、参加した人しかもらえない貴重なやつです。あ、のど自慢のね。のど自慢。あ、そうなんだ、すごい。おしゃれ。のど自慢だけに自慢してます。おしゃれ、皆さんおしゃれ。おしゃれ。あ、おしゃれには興味があるんですね。そうですね。なるほど。で、逆にたかしさんから質問ってあります？何か聞きたかったってこととか。はい、聞きたいこといっぱいあったんですけども、はい、楽屋でいっぱい聞いちゃったんで。ああ、それはちょっと遠くに残す。嘘です。あ、はい、ぜひぜひ。じゃあ、今度、はい、そうですね、今後の展開とか真面目な音楽の話をしますと、このリリースとかそういうことは計画あるんですか？リースは頓挫しております。頓挫しております。
や、いずれはって僕が家でね、ドラッグを作んなきゃいけないんですけど、締め切りが伸びに伸び、出る気配がないという。もう半年伸びてます。大丈夫です、明日やります。明日からやります。明後日にはリリースという。そう、明後日リリースでございます。よろしくお願いいたします。この二人の関係はじゃあ、沢村剛と新垣隆ですか？大体そんな感じです。なんかどことなく似てますよね。新垣さんと沢村コーチ、はい、ね、耳の聞こえる沢村コーチっていうね。ちょっと普通の沢村コーチ。普通のただの沢村コーチ。あの、この辺でこういうことはしないんですか？しないです。それは違います、ね、それは別の人。それは別の人。そうすいません。ちょっとこれ、タガネ餅も焼けたんで、はい、せっかくですから、そちらも、はい、今日、観覧するお客さんにぜひぜひぜひ、これぜひ、あの、茨城出身じゃない人に食べてもらいたいですね。そうですよね、はい、お召し上がりになったことない方に。はい、ちょっとお醤油だけ、はい、お醤油を、もう海苔入ってますね。はい、これ、私がお持ちいたしましょう。あ、どうぞどうぞどうぞ。あ、じゃあこれはハートチップルもつけましょうか。あ、そうですね、焼きハートチップル。これが美味しいんですよ、ニンニク味で。キスする後にね、前か。ちょっと待ってくださいね。はい、もう一個。はい、よっしょ。はい、お、焼けました全部。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？お客様大丈夫ですか？大丈夫。あ、お客様にね、食べさせてあげてね。すごいね、今日のスペシャル感は。すごい、すごい。お客様に食べさせ。サービス精神。暑いからちょっと冷めてから食べてね。ありがとうございます、お客様も。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、餅も焼けたというところで、はい、皆さん食べたということで、はい、どうですか、美味しいですか？美味しい。ありがとうございます。感謝しろよ。でも本当美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。じゃあ、あれですかね、そろそろ締めましょうか。そうですね。じゃあ、せっかくなので、ね、スケジュール、はい、皆さんの告知を、予定告知ですね。はい、じゃあ、三田さんから。あ、ちょっと待ってくださいよ、はい、全然自己紹介してないんですけど。あ、そうですよね。じゃあ、最後に自己紹介してし、あの、あ、そうですね、あの、予定を言って。そうです、ね、じゃあ、お願いします。はい、はい、全くどういう状況なのか自分でも分からなくなりましたけれども、私の今の気分をここに。真っ白。私の次の予定もこちらに。いや、全然書いてない。3月14日にバースデーワンマンがございます。こちらの方、はい、皆様のためにたくさんお席をご用意しておりますので、こちらの方が全て埋まるように、埋まるように、え、頑張ってください。私は頑張ります。以上ですか？よろしくお願いします。あと2月からツアーに出ます。お、全国局地的に。局地的に豪雨のようですね。そうなんです。局地的。2月7日横浜漫画喫茶へそ曲がり。そんなところが。こちら畳の上での生演奏になります。素晴らしい。一軒家を改造した普通の個人でやってる漫画喫茶です。よろしくお願いします。はい、2月14日バレンタインデー、はい、こちら名古屋港猫と窓ガラスというお店でやります。こちらもぜひご来場ください。2月15日なんかすげえおかしい。2月15日はなんか催眠術にかかってるみたいになってます。浜松 S ケリータというお店でツアーがございます。ぜひぜひよろしくお願いします。
ろしくお願いします、はい、2月28日四ツ谷ホメリツアーファイナルよろしくお願いいたします。よありがとうございます、ありがとうございます。以上ですか。以上でございます。ハチドリアミタ4号さんでした。はい、じゃあ佐藤信也さん、はい、佐藤信也です。キーボードで、はい、ありがとうございました。サポートピアノしています、ありがとうございました。ご一緒に回る感じですか。まあたま、あんま仲良くないんで、はい、ツアーは一切彼は回りません。あ、そうなんですね。わかりました。あの佐藤信也さん的には何か告知ありますか。はい、こういろいろあるけど、まあ、あの僕あの物を覚えられない人間なんで今何も覚えていないので。何、誰それ。ああ、え、それ君言ったんじゃない、俺が言うの。そうなの。2月26、及川姉妹という2人組、日比谷加冠さんという方と三笠のり子さんという2人と、ハチゴリ姉妹、ハチゴリアミカ君と、もう一人のボーカル、ハチゴリすぐるさん、あと僕は、ピアノ両方で弾きます。それが2月26渋谷ラスコワルツでありますので、いや、よかったらいらしてください。はい、ありがとうございます。あとはね、僕個人のホームページがあるので、ホームページもしよかったら見てくださいということで、はい、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ先に私告知してもいいですか。はい、日野アリスです。リスキーメロディーのボーカルでアリスでボーカルをやっています。大丈夫視界にいろいろ入っちゃって、ね、いつもと違うからね。はい、すみません。リスキーメロディーでボーカルをしています。リスキーメロディーというガールズロックバンドなんですけれども、そちらのライブ告知がですね、明日1月11日に栃木宇都宮ビッグアップルさんでライブがあります。これがですね、ありがとうございます。行きます。応援しに行きます。ぜひぜひ、はい、そして、これがですね、ベースのマイというあのベーシストがいるんですけれども、その子のなんと実家なんですよ、ビッグアップルっていうライブハウスが。え、そうなの。はい、その子の生誕イベントをその実家のライブハウスでやらせていただきます。そして1月の15日に六本木の毛布さんでライブをします。そして、大きいのですと1月の31日にですね、渋谷大グループ、大クレスト、大ウエスト、大イースト3会場行き来自由の、ウーマンズパワーワンマンズドリームというイベントに出させていただきます。で、なんとこちらのゲストがですね、もう一番ビッグなゲストがですね、あのちょっとなんかあれじゃん、そういう手品していたよね。ナポレオンズじゃん。いいですか、告知をしても。いいですか、いいですか。はい、そのビッグゲストがですね、なんと翔也さんが出てきますね。はい、ぜひぜひ。そうなんですよ。それは醤油、それは醤油こと醤油こと醤油こと。はい、そして2月の15日にリスキーメロディーファーストワンマンライブがあります。これみんなで行かないとね、ほんとに。もう本当にワンマンライブ、本当初めてのワンマンライブなんですけど、ナポレオンズさんも行かないと。ぜひぜひね、よろしくお願いします。もうすごい盛り上げますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そしてゲストでですね、あの、まあ、ビジュアル系といいますか、ビジョメン Z さんの、はい、キサラギナツキさんという方が、ギタリストの方が、あのゲストで出てくださいますので、ぜひぜひゲストの方も、一緒に交えて盛り上がりたいと思います。遊びに来てください、よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ皆さん行ってあげてくださいね。ぜひお願いします、はい、そしてゲストのね、たかしさんが、はい、じゃあ、僕ですね、ビジュアル系告知、たかしのスケジュールの方はですね、はい、こちらの方に出てるとは思いますけれども、リリース情報、はい、リリース情報、いろいろ CD も出してます。ファーストとセカンドと、北口小平原、藤井桜と、それからですね、ライブの方はですね、1月の28日に今月末のですね、はい、池袋チョップドームの方で、はい、たかしライブやりますんで、ぜひ来てほしいと思います。それから2月の何でした、16日、新宿ロフトの方でね、またシネダンさんのイベントに出させていただきます。で、2月の26日はちょっと被ってますけれども、こちらも池袋チョップドームの方で、しかもファラオと一緒にね、やります。先ほど言いましたムスボレさんともやりますので、ぜひ
皆さん演歌聴きにください。はい、そして秘密のクローゼットは、はい、次が2月14日バレンタインの日ですね、はい、夜の7時から生放送になります、はい、ぜひ皆さんチョコレート持って見に来てくださいね。はい、ぜひぜひ、はい、待っております。あのゲストはアンティキティラです。あと他フロウも北海道です。北海道から、はい、来ますね。よろしくお願いします。楽しみですね。で、告知などをしている間に、はい、アミタさんが何やら書き始めているんですけれども、じゃあそれを見せて締めますか。そうですね、はい、この後皆さんであの写真撮りますんで、はい、これは違うので、ね、それではどうぞ上の素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい。じゃあ最後秘密のクローゼットで締めましょう。はい、はい、じゃあ皆さんこれでマークを、はい、Z のマークを、はい、いただいて、はい、我々は左手が、はい、ありがとうございます。じゃあ僕が秘密のクローゼットでお願いしますね。いいですか。はい、はい、行きますよ。秘密のクローゼット、また来週。来月だよ。来月。